えぐ、ー、その事件、嘘か本当かわからない、この世には明るみに出ることのない闇の噂が存在し続けている。あなたは信じ切ることができるだろうか。落とし伝説もう何マイコハンか、なんか変わった意味、マイコハンか。皆さんの家には絶対にあるものにまつわる都市伝説を喋ろうかなと思ってまして、絶対ある。これは後々言いますよ、ネタバレっぽくなっちゃうんで、はい、というわけで、まあ、今日の都市伝説の、ずっと正義右見てんなと思って、声聞こえてまた？また？開始早々またなの？また？さつきが言ってた声に似てた。嘘？うぇーみたいな。え、前言ってたやつ？あの、こんなの。マジで？いや、あれめっちゃ気味悪いよね。なんかちょっと遠目から大きめの声出してるみたいな。今回話す都市伝説の現場、千葉県船橋市、波佐間市というところです。波佐間市、船橋市の波佐間市、そう、船橋市の波佐間市です。どういうこと？船橋市、あ、間違えた、ごめん。普通に実在する。今もあるよ。へぇー、知らない。その工場で、男性が脳みそを低温やけどでしっかっていう現象が相次いだ。そう、一回だけじゃなくて、一人だけじゃなくて、もともと波佐間町は昔から原因不明の怪奇現象が頻発していた。そのため地名の由来としては次元の狭間から来ていると言われている。平成9年にそれはありえんわっていうことが起きちゃうんですよ。男性がこう、まあ、働いてますよね、工場で、もう5人同時にこうバッて倒れちゃって、で5人同時に脳みそが低温やけどでしてるんですよ。どういうこと？で、今までは一人ずつとかだったんだけども、5人同時になったからもうこれはいよいよ意味がわからなすぎるってなったんだよ。千葉大学附属病院、そこで司法解剖を行いました。その司法解剖を行ったところ、まあ脳みそはやっぱりその低温やけどみたいな感じで脳が焼けちゃってると、それに加えて内臓も同じ状態になってた。仮に人間が雷に打たれてしまった場合、これでその脳が焼けるみたいな、まあそういう症状になることはあるんだって。でもやっぱりこの工場で倒れた5人はやっぱ外傷がないことから、もう雷打たれたら絶対外傷があるわけ、だからそういうものも全くないから解剖しても結局原因がつかめなかった。そこで工場に問題があるんではないかと、まあそうだね、いうことになって、工場と工場の周辺をくまなく調べることにしました。そしたらもうね、クエスチョンです。さあ一体何が原因でこうなってしまったのか、手前けどしてしまったら、したらもうクエスチョンもやべえだろ。電磁波が強すぎた。電磁波が強すぎた、なるほど。はい、どうぞ。やべえやつにパスがいったぞ。もう大丈夫か。ちょ、まだ答え出てない。ポン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 、もうだ、もう電磁波。排ガス、排ガス、バカなやつ。いや、俺もガスだと思うわ。体内吸ってなんか体の中でどうのぶち壊れてる。俺やってんだよ、体がどうのこうので吸ってぶち壊れて徐々にあったかくなってね。DIC どう考えても DIC 大きくなるね。 定義ニアピンです。マジで。工場内を調べた結果、工場内の中で2ギガヘルツのマイクロ波が50ミリワット検出された。まあ何言ってるか分かんないと。つまり工場全体が電子レンジの状態になっていたと。そういうこと。そうそうそう、だからそこで倒れた男っていうのは電子レンジでチンされた状態が作られてしまってるってこと。そうそうそう、えぐ、その事件。まあ電子レンジよりかは全然弱いよ。でも長時間そこにいてずっといて、そしてもう限界が来てもバタッと食べた。そういうことか。この事件は人間電子レンジ事件と呼ばれている。事件が起きた翌年の平成10年に関東では対策が進められ、現在ではその工場は取り壊されたという。冒頭に言ってたあるものっていうのはつまり電子レンジっていうことなんですよ。家にあるものってやつね。そうそうそう。ああ、なるほど。これなんていう事件？これは人間電子レンジ事件と。まあ、巷では言われております。まあまあまあ、そうだね。はい。でもね、ぶっちゃけこれ本当か嘘かっていうのはね、結構曖昧なのよ。あ、そうなの？そう。もう平成9年とか平成10年って年月と場所もすごい特定されてるから、その割には正確な記録みたいなものがない。だから結構真偽はわからない。
ちょっと今回はもう一個電子レンジにまつわる話をしたくて、まあアメリカで一人のおばあちゃんがいて、そのおばあちゃんが孫からプレゼントをもらったと。そのプレゼントっていうのが電子レンジだったの、はいはい、おばあちゃんは電子レンジを今まで使ったことがなくて、うん、もうこんなすぐ簡単に温められる機械なんて素晴らしい家電なんだ、はいはい、っていうことで感動して、何かを温めるときはもう絶対電子レンジですかみたいな、うん、もう感じで、もうおばあちゃんの中では温めるイコール電子レンジみたいな、うん、もう思考がある、物関係なくね。で、ある日おばあちゃんがね、猫を飼ってて、え、その猫が嘘でしょ、嘘嘘嘘、雨でずぶ濡れになってて、おおおで、おばあちゃん、あーちょっとこんな 寒くなっちゃって温めないとっていう発想で、その猫を電子レンジに入れてしまった。うわうわ、どうなの。で、もう普通にもうチーンってもう回すじゃん、うん、そしたらもうギャーみたいな、もうなるよ、まあ、れるよ、それなるよ、やばいよ、めちゃめちゃ悲鳴でボーンって爆発して、え、爆発したの、爆発したんだって、膨張して猫はもう亡くなってしまったと。うわ、爆発すんの、びっくりしたの、おばあちゃんも、うん、温めたかっただけなのにみたいな感じで、メーカーに取り扱い説明書に猫を入れてはいけないっていうの書いてなかったじゃねえかってクレームを入れたんです。やばいな、おもろいな、そいつ。そう、でもこんなん常識的に通るわけない、うん、でも確かに書いてないなっていうことで、うん、おばあちゃんなんと裁判勝訴したんですよ。探しますか、探しますか書いてないやつ探しましょう。ああ、まあそうだ、ね、そうだ、で猫入れて、あ、でもまあこういうやからが出ないように、はい、あのそれ以降電子レンジには必ず生き物を入れないでくださいと。あ、そうなんだ、記載されるの。だから電子レンジ記載されているらしいですよ。ただこの都市伝説は先ほどの人間のやつと比べてほぼほぼパチ。パチなんだ。というのも世界各地、もう日本でもそうだし、いろんなところでこの話もう出てるのよ、で出所がありすぎて、だから多分これは嘘なんですけど、この話の元ネタとなった実際に起きた出来事があるんですよ。おー、それが濃いねー、そう、繋がるな、今日上手、濃いねー、今日上手とかやめろ、やめろ、下手くそ、下手くそ、喋れてねえんだから、やだねー、てめえやるか、一緒にやろ、ね、ちゃんと、ちゃんとお前に怒らせたからちゃんと怒らせたよ、その元ネタとなった出来事っていうのが、うん、ホットコーヒー裁判、アメリカで実際に起きた出来事で、1992年に起きました。ハンバーガーチェーン店におばあちゃんと孫がこうドライブスルーで買い物してて、ホットコーヒーを受け取ったの、おばあちゃんが、うんうん、で、そのホットコーヒーを受け取って膝にホットコーヒーを挟んで、うん、こうやって開けようとしたの。そしたら、まあ車の揺れでこうバッてこぼしちゃったの、はいはい、コーヒーがもうめちゃめちゃ熱くて、もう膝がもう火傷してしまったと思います。確かにコーヒーをこぼしたのは、まあ、自分が悪いけど、こんなに熱いのは頭おかしいわってことで、そのチェーン店を訴えたの、うん、で、これが常識的に曲がり取るわけないと。そうなんだけど、まあ裁判した結果、熱いから気をつけてねっていう注意もしなかったし、他のチェーン店のコーヒーと比べて常温が10度高かったらしい。っていうことから、このおばあちゃん勝訴して、当時のね、日本円約3億円の賠償金を払った。やけどだけで、やけどだけで。で、それ以来アメリカではコーヒーを渡すときは暑いから気をつけてくださいねと注意をすることと、ベリーホットっていう記載をするようになったと、必ず。これはマジで起きた事件、これをもとにいろんなところで話が生まれたんではないかと言われております。なるほど、それしないだけで3億はやばいね、ほんとに。マジ理不尽だな、うん、普通にちょっと頭おかしいよね。さすがアメリカだ。このようにホットコーヒー裁判という1992年に起きた事件があって、こういう元ネタがあって、いろんな話が発生していったわけじゃん、うん、っていうことは、冒頭に話した人間電子レンジ事件も、うん、これ嘘か本当かわからないなんて言われてるけど、狭間周辺でこれの元となる恐ろしい事件が本当に起きたのではないでしょうか。信じるか信じないかはあなた次第です。なるほど、嬉しいよね。やばいね、話の展開がすごかった。いろんな手があるよ、すごいのめり込んだね。何よりもやっぱ一番あれだよね、都市伝説って。やっぱ曖昧なものが一番都市伝説だから。まあそうだよね、真偽が、ね、本来のね、そう、本来のやめろ、誰がわかるんだ本来の都市伝説ってこういうことなのかなっていう。まあそうだよね、嘘が本当。俺らの9割5分の事実を語ってます、最近。だって最近本音のことばっかり言ってる、そうだね、しか語ってないんで。それで皆さん、少しでも面白いなと思ったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。よろしくお願いします。では次の都市伝説お会いしましょう。バイ。
バイバイ。シャキーン。